ではショートサイズの2倍の容量は何サイズか。はい、はい、ビンバビンバー、成功だいぶ絞った、あげるよ、やった正解。交通レンジャーのりゅうくんです。岡弘です。きょんちゃんです。君たちの共通点は何でしょうか。はい、そう、スターバックス。君たちね、我こそはスターバックスのファンだと言ってるらしいじゃないですか。このグループに2人もそんないらんのよ。スタバオは1人でいい。なので今回はそのスタバに関する問題をね、いくつか私ご用意させていただきました。勝った方がスタバオで、負けた場合なんですけども、これ楽しい罰ゲームご用意しておりますので、結構きついかもしれないから頑張ってね。じゃあそれではやっていきましょう。 GO! ワン、ツー。さあ、君たちがどれだけスターバックスにね愛を持っているのか確かめさせていただきたいと思います。まずは簡単なところから行かさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、準備 OK? OK です。第1問、現在日本のスターバックスにはドリンクのサイズが全部で4種類展開されています。はい、ではショートサイズの2倍の容量は何サイズか。はい、はい、グランデサイズ、正解、ビンバビンバー。はい、ということでね、1ポイントゲットですね。はい、この調子でどんどん当ててってください。次、第2問いきたいと思います。はい、第2問、やでん、スターバックスの店員さんは皆さんエプロンをされています。はい、基本緑色だが、はい、早いね、ブラックエプロン。おっと、違いますね。めっぺー。はい、あなたお手つきなので今回回答権ありません。答えますか、最後まで聞きますか。聞きます。賢いですね。はい、基本緑色だが稀に黒色のエプロンをされている方もいる。その人たちはある称号を持っています。何という称号でしょう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 タイムおい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 、それでもスタバのファンかよ。正解はですね、コーヒーマスター。あーですね。あ、聞きなじみがある。そうです、黒のエプロンの人たちはコーヒーマスターというね称号を持っておりますので、1個勉強になったね。はい、いくよ、次ちゃんと答えてね。はい、いきます。第3問、ででん、スターバックスにはタンブラーを持参するとドリンクを割り引いてもらえる制度がある。いくら分でしょう。はい、じゃんけん、じゃんけんぽい。たけるくん、どうぞ。20%。ベベー。でもめっちゃ惜しい。20円引き。正解。正解はね、20% ではなく20円でしたね。いや、今30円って言おうと思ったからマジで助かった。まあ、どっちもあんま正解じゃなかったんだ。まあいいでしょう、いいということにしてあげましょう。今1ポイント1ポイントですね。はい。さあ、問題何問あるか分かりませんからね。確かに何問あるんですか、これは教えません。え、では続いていきますね。はい、第4問、スターバックスコーヒーの始まりは1971年ですが、始まった土地はどこ。はい、高井君どうぞ。アメリカのシアトル。正解、ピンポンピンポン。正解はですね、アメリカのワシントン市のシアトルが1号店になりますね。よく知っておりましたね。知ってます。さすが、一歩近づいてますね、スタバを。行きたいですね。じゃあ次の問題いきます。はい、でね、スタバのマーク、女性のキャラクターの名前は何。はぁ、い、知らないよ、そんな知らないって言うな。高井君どうぞ。サイレン。正解。え、すごっ、そんなとこまで知ってんだ。知ってます、知ってます。サイレン。サイレン、サイレンですね。どういう意味。まあ、セイレンとも言いますね。大丈夫ですか、あなた。はい、スタバを語りませんよ、このままでは。では次の問題いきますね。はい、東京目黒区にあるスターバックスリザーブ。へえ、どうぞ。お酒が飲めるのが特別感ある。え、それが回答。はい、お酒が飲めるのが特別感あるという回答でよろしいでしょうか。 C。
そんな長文の答え用意しとらんのよ。会によっていろんな飲み物が飲めるよ。ベベー、残念でした。 あなた問題聞くの短すぎます。あ、東京目黒区にあるスターバックスリザーブロースタリー東京ではバレルエイジドラブラックという自分でコーヒーを仕上げられるメニューがあるが、コーヒーを何とブレンドする？はい、お酒。三角。はい、タカヤル君どうぞ。ハイボール。おっと違いますね、惜しいな。はい、何とブレンドするですからね。キョンちゃんどうぞ。コーヒー。コーヒーを何とブレンドするって言わなかったか。コーヒーインコーヒーになるやんけ。コーヒーと何をブレンドする、はい、ビール。当てずっぽで言ってんのやったら回答権失うで。さあ分かりますでしょうか。はい、どうぞ。コーラ。はい、ベベー。ウイスキー。正解。だいぶ絞ったで。そうだ、ウイスキーだ。じゃあいいよ、1点。なんでハイボールって言ったんだろうね。あげるよ、うん、やった正解。ウイスキーとブレンドできる珍しいお店ですね。皆さんぜひ行ってみてください。じゃあ今何対何ですか。3対2。きょんちゃんが負けてるってことだよね。はい、じゃあ次の問題いきたいと思います。はい、店内にあるミルクやお砂糖マドラーストロー等が置いてあるスペースを何という。ああなんだっけな。5、4、3、2。はい、はい、はい、バリスタスペース。はい、お疲れ様でした。あなた適当ですね、ずっと。じゃあヒントあげます。最初の文字か全部で何文字かどっちがいい。最初の文字。じゃあ最初は言います。最初はこ、かきくけこの結構長いね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。小さい文字と伸ばし棒入れて9文字ぐらいありますね。コワーキングスペース。あなた、はい、一生分かりませんので。3。むずっ。9とか多分これ言っても分かんない気しますね。ちっちゃい文字だと。聞いたら分かんない。じゃあ前半だけ言ってあげる。コンディ。3、2、1。ベベー、残念でした。この問題はどちらにもポイントは入りません。正解はコンディメントバーです、ね、ああ聞いたことある。聞いたことあるみたいな顔すな。聞いたことないです。残念ですね、この問題はどちらにもポイントは入りませんので。難しい。次で最終問題にしたいと思います。そんな問題なかったな、意外と。でなんとこの問題取った方に1億ポイント入ります。イエーイ。頑張って取ってくださいね。負けたら罰ゲーム用意してるんでね。罰ゲーム知りたい？知りたい。罰ゲームは負けた方1週間スタバのドリンク毎日ツイッターでレビューしてください。あ、ちなみにこれ全部自腹でやっていただきますんで、毎日違う種類をもうしっかり調べ上げてレビューしてください。ツイッターで。で飲んでるところはまあ TikTok で撮ったりなどしていただけたらなと思います。はい、では私はスタバーになる。頑張るぞ。頑張れよ。頑張る。じゃあラスト問題いきます。はい、静岡県の地元フロアペチーノの名称は。はい、早かったですね。さすが静岡出身なだけがある。これ外したら結構やばいですからね。それでは答えていただきましょう。きょんちゃんどうぞ。みかんシトラスダラキフラペチーノ。おお正解。え、マジ嬉しい。だってあなたこれ飲んでるのインスタに上げてますもんね。ってことで勝者きょんちゃん。1億2ポイントと3ポイントでたかひろの負け。きょんちゃんには、スタバを称号をあげますので、お好きにお使いくださいませ。あとなんか噂で聞いてたんですけど、なんかもらえるらしいんですよね、スタバ王は。何をだ違いましたっけ。
サはリュウ君から飲ませてもらえる券がもらえるって聞いてたんですけど。あ、俺が持って飲ませてあげる。あ、いいよ、じゃあそれもあげちゃう。俺が買って手に持ってきょんちゃんに飲ませてあげるね。やだ。じゃあその券と称号をあげます。おめでとうございます。はい、ということで第1回スタバオでした。きょんちゃん優勝おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、はい、で、高井戸くんのツイッターにですね、1週間スタバのレビューがね、画像とともに載ると思いますので、皆さん、はい、フォローの方してお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。以上フォーツーレンジャーでした。バイバーイ。コメントとグッドボタンとフォローとベルマークお願いします。お願いします。